レディオザービストリップということで今日は、はい、わちゃわちゃの後に収録させてもらってます。トワヤです。はい、ゆうです。はい、もうノボタンの当たりがきつすぎて、いやいや、いい感じだったね。いや、いい感じで攻めれたよ、うん、両方から。でもね、声、言葉よりも目でずっと攻めてた、うん目がずっとね、攻めてた。あ、そうだね。色、うん、っとね、色、ギョロっていう、ね、してましたね、うん、なんかしたかな、俺はい、じゃあ今日もメールいただいたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まずはペットトリップ、はい、ポットトリップですね。そんなものありました？いや、あの、確かね、俺が一回なんかそのペットシリーズやりたいな。あー、そうなんだ、はい、いただきました、うん、千尋さんからです。ありがとうございます。昨日の愛犬のチョココが1歳になりました、うん、チョココ、うん、チョコなのかチョココ、チョコな、間違えちゃったの、どっちなの、どっちなんだね、うん、なかなかケーキと並んで写真を撮らせてくれなかったのでジャーキーで釣って撮りました、うん、ココちゃんと3日違いなのですが、ココちゃんもお祝い何かしましたか、うん、ということで、お写真先に、うん、はい、1枚目。ああ、かわいいですね、はい、じゃあ2枚目。あ、ジャーキーで釣ってるみたいな、ね、かわいい、はい、ちゃんとね、ワンちゃんの誕生日お祝いするんですね。俺も前はやってたけど、うん、俺も前は、あ、そう、俺も前はやってたけど、最近はもうおばあちゃんになってきて、そう、そんな、なんか食い物にももともと食いつかないの、うん、おやつとかも別にだし、人間の食べ物だけ好きぐらいの感じだから、そうそうそう、だからね、普通にめでて終わっちゃってる感じ。 あとファンの子に、あ、今日ココちゃんの誕生日ですね、はい、おめでとうございますみたいなファンメール来たりして、うん、あ、そうだそうだそうだみたいにはなったりする感じですね、うん、人間の食べ物何が好きなんですか？何でも好き。何でも、何でも食べさせていいの？でも落ちたもん勝手に食ってのと、あとなんかちょっと食べ残しちゃって机に置いてたものを、はいはい、食べちゃうんだ。そうそう、この前こう、はい、家を出ようとして、うん、あれ忘れ物したって思って戻ったの、うん、そしたら机の上に乗って俺の食いかけを食べようとしてる瞬間の状態で目が合っちゃってやべって、あ、やっぱやべとは聞いた、そう、やべってなって机の下にちゃんと隠れた。かわいい、人間みたい、かわいい、ありがとうございます。続いてラジオネームオタクくんかっこ長久からです。あ、オタクくんすごいくれたね、今回ね、くれましたね、オタクくんやばいやつだよ多分ゆうさん、たやさん、こんにちは。つまらない相談です。冬にポケモンの新作が出るので、うん、ポケモン発売までにスイッチ買おうと思うんですが、何か面白いソフトありますか？モンハンはやったことない&一緒にモンハンできる友達いないので保留、うん、ポケモンソードシールドも今更買っても出遅れ感あるので、できればモンハンとソードシールド以外でお願いします、うん、はい、スイッチのソフト、スイッチのソフトなんかある？あ、まあ、動物の森は結構やったけど、 あれもね、まあ、途中で気づくんだよね。何？何してんだろうそれ言ったらもうゲーム、まあ、ゲーム自体がね、何してんの？あのルイはマリオやって、ね、あ、マリオね、面白そうだよ、新作のマリオ、うん、3D みたいな、ずっとなんか 100% クリアを目指してるから、あ、そうそうそう、ずっと終わらないって言って、あと、あれだよね、前の制作のおじさんが、うん、あのゼルダがす、あれスイッチ、ゼルダね、ゼルダがめっちゃいいって言ってたよね、オープンワールドだかなんかで言ってましたね、うん、モンハンね、やってくれたら、ね、モンハンやればいいのに、ネットで今すぐね、誰とでも一緒にできるから、そうそうそう、そんなオタクくんって名乗るぐらいだからそんぐらいね、うん、オタクくん頑張ってほしいですね、攻めよう我々はモンハンをおすすめします。はい、いや、オタクくんね、すごかったよ、ね、本当にいっぱいメールくれてたの見たもん、俺も見ました、うん、ありがとうございます。続いて、はい、ラジオネーム塩さん、ありがとうございます。ライブ中の好きな振りを教えてください。例、ヘドバン、拳、先、ジャンプなど。あ、あります。僕は裂かれるの大好きなんで。あ、そうなんだ。全力で裂いてほしいですね。あ、俺はないっすね、うん、なさそうだなと思って、うん、なんかでも、まあ、強いて言えば、うん、拳、はいはい、あ、じゃない、俺あれが好きだわ、ここやってるやつ、ヒップホップスタイル、はいはいはい、
手をね、そうそう手を上げて、うん、こう手で乗る感じのね、そうそうそう、あれが一番好き。ユウの曲で結構入れてってほしいよね。そう入れてってほしいのにもう棒立ちしてる。だからダンスインザダークとかは全然、はい、ドア玉からあれしてほしいのに、もうつくしがいっぱい。つくしてつくして、うん、風に揺れないつくしたちがね、これを聞いて、だから水戸のライブではぜひね、はい、やってほしいですね。お願いしたいですね。つくしにならずに、はい、手を上げ、風に吹かれてください、つくしんぼたち。つくしんぼたち。はい、続いてラジオネームあずささん、はい、ありがとうございます。ゆうさん、とやさん、こんばんは、うん、お二人はこれって職業病だなと思うことありますか？私は接客業なんですが、立つ時の姿勢が決まっていて、その姿勢で立つことが体に染みついているようで、ライブでバラードを聴いている時、無意識にその姿勢になっています。お二人のギタリスト、ドラマー、コンポーザーならではの職業病は何ですか？コロナの感染状況が悪化しているので、今まで以上にお体に気をつけてくださいね。お会いできるのを楽しみにしています。ある？コンポーザーっていう意味では、うん、曲の聴き方がもう変わっちゃって、あ、はい、はい、この進行みたいな、めっちゃ嫌なやつじゃん、言い方。だからね、はいはいはい、新しい音楽を楽しく聴けなくなっちゃいますね。あ、そうなんですね。でも逆にそう、あ、こんな進行あるんかいみたいなんで、はい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 、もう興味持ったりとか、分析もあるしね、うん、あとはでも昔好きだったバンドとかの曲は全然普通に楽しく聴けるんだけど、あ、ランキングに入ってる J ポップとかはなんかちょっと良くない気がしてますね。ああ、そうなんだね、うん、悲しいね。悲しいです、純粋に音楽を楽しみたい。切な。あ、俺はね、はい、好きな音楽、あ、好きな音楽っていうか、いい曲、あ、これいいなって思うのとかあると、うん、スクショしてメモするのが結構、はいはい、忘れないよね、うん、頻繁に、なんかいろんな音楽を聞いたりしてて、うん、あ、このバンドかっこいいなって思ったりすると、そこに聞いてみたり、はい、初めて聞いたバンドとかでも、でもうランダムでかけて、あ、これいいって思うやつとかをどんどん復唱してちゃんと覚えて、いいです、ね、そうそう、っていうのは多分職業柄よりかもしれない。最近のおすすめの音楽あります？最近俺はね、ね、サバプロをずっと聴いてる。わからない、サバプロ、そう、サバプロとかね、あとボーミニ、K-POP とか、か、バンドか、みたいな感じですね。いいですね、うん、僕は20です。まあ、K-POP ですね。でも、彼の友達じゃねえけど、何でしたっけ、J じゃなくて、J-Y-Park さんね、友達じゃないけど、彼の作る音楽すごい好きで、うん、結構 EDM の音が入ってるんですよ ね、はいはい、すね、あっちの K-POP って結構そういう EDM 感がすごいあるから参考になるよね。フルコーラスで聞くと結構遊びを結構ふんだんに入れて、そうそうそう、あとヒップホップ感、ラップ感も結構あったりするから、うん、意外とね、そのバンドサウンドと合うとかっこよくなるんじゃないかっていうの、ね、あるよね。20を押しておきます。ポップだな。はい、続いてラジオネームさゆさん、ありがとうございます。この前機種の乗り換えを検討するために携帯ショップに行きました、うん、私はキャンペーンの時に無料でもらった iPhone8 をずっと使っていたし、うん、まだ買い替えるつもりもなかったんです、うん、なのに流れで iPhone SE を購入した挙句、うん、他社に乗り換えまでしていました、うん、気づいたら新しい iPhone 片手にショップを出ていました。正直未だによく分かっていません。料金形態を聞くだけのつもりだったのに自分のアホさに落胆しています。あ、で質問は、今使っている携帯の機種を教えてください。アホですね。何やねん、アホだ、さん、アホでした、ちなみに僕は iPhone8 です。戻っちゃった、この子、8プラス、そうね、あ、プラスか、あ、僕は iPhone12 ミニですね、はい、ね、12ってことですね、やっとだから、そう、最新なんだけど、やっと25日ぐらいに 12.5 バージョンが出て、はい、Apple Watch してればマスクしたまんまフェイス ID がオープン、あ、はい、すいません、8の方にそんな話してもしょうがなかったです、ね、フェイス ID って何ですか。大さん落ち込まないで大丈夫です。はい、はい、じゃあ最後にしようかな。そうだね、ラジオネームみほさん、ありがとうございます。ゆうさん、とやくん、お疲れやんま、うん、つい最近ビストリップが大好きな男の子の知り合いができました、うん、GVC とか見ててもビストリップは男性ファンが多いのかなと感じますが、うん、やっぱりインストだとまだ男性は少ないですよね。男の子だから覚えてもらいやすいよとか喜んでもらえるよと言いつつインストに誘ってみたので、
ゆうさんととやさんからも一言応援メッセージいただけると嬉しいです、うん、確かにね、ライブでは結構男の子見るけど、そうそう、だから結構なさ、まあまあ自分たちで言うのもあれだけどさ、うん、まあまあな今回倍率なわけじゃん、ちっちゃい箱でさらに半分以下とかになってるから、うんうん、その中でも結構男子が何人もいるんだよ ね、うん、だからおおってやっぱ思う時は本当あった、今回のツアーで。もうだからね、まあ、インスト、まあ、握手会はまあちょっと今できないけどね、うん、サイン会とかにもぜひね来てほしいですね。この間名古屋でやった時は、うん、残念ながら男性ゼロだった、ね、そうですね、まあこんなこと言いたくないけど、やっぱ若干その男性ってこの少ない分ちょっと特別扱いってほどじゃないけど、おっとはなっちゃうよね。そうそう、うん、昔ね新宿丸いワンでやっていたね、うん、グリム と、うん、あとはあれだ、おじさんがね思い出せない時間だからちょっと待ってね、カットします、うん、カットしなくていい、まあ、まあいいや、おじさん時間だから。そのサイン会があって参加しちゃったんですよ、うん、はいはい、で、やっぱ俺がサイン会に参加した、はいはいはい、でやっぱり男の子珍しいみたいな感じで、うん、すごい喜んでもらえたんで、うん、でね、もちろん女の子でも男の子でも僕ら喜んで受け入れますし、うん、まあ、割合が少ないから覚えやすいっていうのは確かにあるかもしれない。そうだね、まあまあまあ単純に覚えやすいは覚えやすいね、うん、ライブにはもう来てもらって、うん、ね、機会があったらぜひ来てください、うん、名前わかりませんが、美穂さんのお友達、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、してます、はい、はい、あっという間の10分でございました。あっという間だったといいですね。そうですね、うん、僕は編集があるんでね、はい、ちょっとコンパクトにまとめがちになってしまったんですけど、そうね、まあ、でも十分喋ったね、はい、ちょっとわちゃわちゃで喋りすぎてね、もう疲れちゃったんだよね。あともう轟音のような腹減りの音が鳴ってしまったんで、そろそろね、そうね、もうちゃんと入れないとね、そうです、死んでしまうから、はい、痩せちゃうからと、痩せちゃうからね。というわけで、まだ GBC ゼロまだまだツアー絶賛回ってる途中ですけど、はい、はい、皆さんぜひぜひインターネットサイン会、リミスタもありますし、はい、ライブもあるし、はい、来週にはアクトも出ますのでね、うん、それを楽しみに、はい、1週間お過ごしください、はい、来週の MC は誰かしらです。もうこう決めた方がいいと思う、ね、そうだから、そう、今日もあれだったので、お題というかメッセージも随時受け付けてるんで、ね、もう思いついたら随時送ってくれれば、もう本当につるっとちゃんと取れて送れるんで、そうですね、うん、誰々がやるんでメッセージね、受け付けてますっていうよりはもう随時なんで、みんな送ってくれたら嬉しいです。お待ちしてます。はい、それではまた来週、お疲れ様。回線をつけるあいつ、そうさ僕らはいつでも火花を散らして